久保さん、YouTube で婚活ですか今回どうしようかなうーん、報告があります。報告がありますにしましょうか <laughs>。あの、なんかね、ラファエルさん、久保さん知ってますかねなんか7年間ありがとうございましたみたいな報告動画を最近アップしたらしいんですよ。で僕、歌えるさんの見て YouTuber の動きを見てるんですけど。あ、ちょ、ラファエル。ラファエル。 ああ、昨日ですね。もうちょっとタイトル、報告7年間ありがとうございましたっていう動画ですね。はい、これ87万回回ってますね。はい、まあ何が言いたいかっていうと、報告するだけで <laughs> 稼げるっていうね。なんなんですかね、久保 <laughs> さんね。 報告するだけで稼げるって凄ないですか <laughs> うーん。だから僕、僕が、その、なんだ、2、3年前ですね、はじめ社長が、あの、大切なお知らせがありますっていうのを動画、元旦かお正月撮ってたんですよ。で、それすぐパクって動画アップしたんですよ。スーツ姿で。そしたら結構再生されまして、そこからた、あの、 あのかぶせて大切なお知らせがありますっていう何回もやって大切なお知らせちゃうやんっていうね <laughs> やりすぎてねそうまあでもいまだに報告がありますとか大切な報告お知らせがありますとか結構回りますね結構というかまあ数百ですけど回りやすいですねうんどうでしょうかね別にその総理大臣の報告より見られてんじゃないかなみたいな 要はあの、YouTube とか、まあ、SNS、まあ、YouTube も含めて全部そうなんですけど、要は、ここにいるよっていう、僕はこういうことやってて、こういうことやってますよみたいなうーん、自分がここにいる、自分がここに存在しているっていうところが発信できるようになったんで、あのー、稼げるんですよ。 要は、どんなに美味しい飲食店をやってても、そこの場所を知らなければ、誰も行くと行くことができないんですよね。世界一美味しい料理屋さんがあります。でも誰も知りません。マップにも載ってません。どうやって行くんですかと。口コミもない。どうやって行くんですかと。だから、要は、それは広告とい、まあ、 あのビジネスってあの今インターネットが出てるのあれですけど昔はその、ね、お店をオープンしたら DM チラシを配ってここにいるよここでオープンしたよっていうのを知らせる、まあ、テレビ CM、まあ、今テレビ, C テレビのスポンサーのねあれがちょっと崩壊し始めてますけどあれもなんで成り立ってるかっていうと 広告主、スポンサーがいて、そこで企業の宣伝をする。うちはこんなことやってますよ。うちはこういうビジョンですよ。うちはこういう新商品出しましたよ。っていうのが告知する。で、知ってもらう。だから、はズけルーペとかもね、広告戦略でめちゃめちゃ売れましたし、あとはライズアップもそうですね、広告戦略でめちゃめちゃ売れましたし、要は、あの、自分がこう、どこにいる、何やってる、どんな商品持ってるっていうのを告知ができると。いや、逆に言うと、告知をしないビジネスっていうのは、 無理っていうだからお金を稼ぎたいんだったら、うん、そこに何者なのか何をやってんのかどういうものをやってんのかっていうのを知らせていかないといけないんですよねだけどなんかまあそれをねだからなんかあの、うん、家にね DM とかも来るわけじゃないですかで別にて捨ててると思うんですけどでもねその企業さんは あのマンション建てた時マンションに来てもらいたいから DM 打つわけですよ。だけどビジネスしてない人からするとゴミで捨てていくと思うんですけど、でもそれをやらないといけないんですよ。で、それがインターネットが出たかとによって無料でできて誰でも気軽にできるわけですよ。だお金稼ぎたいんだったらお前誰やねんというところをまず発信しなければ何も本当に始まらないしお金稼げないですよ。先ほど言った通り どんなに美味しいご飯を持ってても、どんなにイケメンでも知られなかったらあ、無理ですよね。なんでイケメンってもてはやされるのか、テレビでやられるのか、なんで人気者になるのか、それはいろんな雑誌、いろんなテレビ、いろんなメディアが、イケメンです、この人イケメンです、木村拓也、古いですけど、木村拓イケメンですっていうことを流すから知るわけじゃないですか。もし木村拓がどこにも出てなかったら、知られないですよ、誰にも。 ま、半径何メートルの世界ですよね、多分。でも、半径何メートルの世界で億万長者になれるかっていうと、なれないですよ。なれますか、うん、ま、もちろん、半径何,何十メートルの中で、なんか1億円とか2億円をと、なんか上げるよって言ってくれる人がいるんだったらあれですけど、まあ、いないですよね、そんな。僕たちっていうのは、今、インターネットが出たことによって、YouTube が、もうテレビ番組の一人が持てるようになったと。 だからお金稼ぎたいんだったらね、あの、知られないと、あの、無理です。無理。無理。で、まあ、久保さんと僕のやり方に関しては、その、一本あたりは知られる数は少ないです、再生数は。だけど、本数かませるので、あの、いろんなところにリーチできるとで。久保さんの総再生数も700万回、もうちょっとで800万回かな。僕も340万回、えー、もうちょっとで400万回ぐらいいくかな。 まあ、それぐらいリーチしてるわけですよ。つまり、久保さんは700万回リーチしてるわけですね。そう、トータルで。つまり、まあ、一人新規っていうことではないですよ。もちろん、リピートいるので。だから、ま仮にわかりやすく、まあ、新規、じゃあ、その半分がリピートだとしましょう。久保さん700万回回ってます。じゃあ、350万回、300万回近くは、ね、新規にアプローチしてるわけですよ。どうすか。それはビジネスできませんどう、どう思います 300万人にアプローチしてて、で自分でも商品持ってて、そっか塾やってますみたいに言ってるわけですから、それはビジネスできるよね、と。いや、僕も1本あたりの再生数は少ないけど、本数でいろいろやってるので、まあ、その今何だ、何本だトータルで、リーチが、えぇ、何本ですかね。400、340万回だったような気がするんですけどね。概要欄。 360万回ですね、今、回ってます、はい。どうでしょうか。ビジネスできますよ。うん、僕の場合は、1本あたりそんな少ないですけど、あのまあ、これからも10万本目指して、まあ、トータルでまあリーチしていくっていうところですよね。まあ、それでやっていこうかなと思います。なので、お金稼ぎたいんだったら、今すぐ始めてください。いってらっしゃい。